皆さんこんにちは。国際科2年 A 組の阿部あかなです。今日は国際科の皆さんにこの学校の特色について聞きたいと思います。まずは出身中学校を教えてください。はい、福岡県朝倉市立十文字中学校出身の1年久保あずきです。島根県松田市立横田中学校出身の3年福江です。福岡県久留米市立田主丸中学校3年の林田香里奈です。福岡県朝倉郡筑前町立宮中学校出身の3年井上咲子です。先ほどムク先輩は島根県出身と言ってましたが、なぜわざわざ福岡まで来たんですか？私は英語の勉強がとても好きで、英語を話せるようになりたいと思っていたので、英語関係に強くて国際的な高校をネットで探した時に福岡第一高校の国際科を見つけて、この高校に志望しようと決めました。この学校の特色、他の学校とは違うユニークな点があれば教えてください。この学科は他の学校と違って留学生がクラスの半数以上いるので、実際に英語を使って彼らと話ができます。この学科の留学制度について教えてください。はい、私は交換留学生としてオーストラリアに3ヶ月弱行きます。私は1年時に約1ヶ月間オーストラリアに交換留学生として行ってきました。私は1年の夏休みにカナダに2週間ほど行き、2年の最後に英語弁論大会の副賞としてニュージーランドに行きました。私は1年生の時に3ヶ月間アメリカのオレゴン州にある高校に交換留学生として留学しました。ありがとう。ちなみに私も去年の夏にカナダに3週間ほど留学に行ってきました。この学科に来て自分の英語力は伸びたと思いますか？はい。私は1年時の1学期に英検2級に合格したのと、ついこの間2016年1月に英検11級に合格し、その際のスコアはリーディングとライティングがほぼ満点でした。私は2年時に英検11級の一次試験に合格しました。次に先輩方の卒業後の進路について聞いてみたいと思います。はい、私は難関私立大学を目指して頑張ります。私は1年時からリベラルアーツ教育に興味があるので、ICU 国際キリスト教大学を第一志望として頑張っています。私はまだはっきりとは決まってないんですけど、東京でユニークな人にたくさん囲まれたいです。はい、最後にこの学科に興味を持ってくれている中学生や保護者の皆様、塾の先生や中学校の先生などにメッセージがあれば一言お願いします。やる気があれば自分の力をどこまででも伸ばせる学科です。その高校では他の高校では体験できないたくさんの楽しいことや面白いことを見つけることができます。他の高校では単語や文法などのインプットが主なんですが、この学科では留学生と話ができるというアウトプットができる環境が整っています。この国際科の先生方は生徒のやる気を引き出すのがすごくうまいと思うので、勉強も他のことに対してもすごくポジティブ思考にいろんなことに取り組めると思います。はい、ありがとうございます。なお国際科では Twitter、Facebook、Instagram などの SNS でも私たちの日常をさまざまなアングルから紹介しています。このように国際科は英語、海外、国際交流などに興味がある人はとても楽しく学べる環境です。以上、国際科の学科紹介でした。ありがとうございました。